アウトドア風モデル4車種の比較ポイントまとめ。2024年9月20日、鈴木はスペーシアギアを発売。続く9月27日にはホンダが N ボックスジョイを発売します。これにより、すでに販売されている三菱、デリカミニや、ダイハツ、タントファンクロスも含めて、 SUV ルックの軽スーパーハイトワゴンのラインナップが一通り出揃ったことになります。どのモデルも初めて車を手に入れる若いユーザーにおすすめできる1台ですが、これだけ選択肢が多いと比較検討するのも一苦労。この魅力的な4台、どこに注目して選べば良いのでしょうか初めての1台を考えているユーザーを想定し、 比較検討のポイントをまとめてみました。運転のしやすさや燃費、室内の広さはほぼ変わらない。運転に不慣れなユーザーの場合、できるだけコンパクトな車を選ぶのが良いとされています。しかし、これらの4モデルのボディサイズにほとんど違いがありません。具体的には、全長と全幅は全てのモデルで共通しているほか、 全校についてもほぼ同じです。そのため、ボディサイズに由来する運転のしやすさ、あるいは室内空間の広さについては、誤差程度の違いしかないと考えて良さそうです。強いて言えば、N ボックスジョイはその他のモデルに対して、ホイールベース、前輪の中心から後輪の中心までの長さが、 2CM 長いという特徴がありますが、比較検討に大きな影響を与えるほどのものではありません。同様に搭載されるエンジンのスペック面もほぼ同じであるため、走行性能や燃費性能についても大きな差はありません。このように、これらの4モデルに関しては、ボディサイズやエンジンスペックの 違いが購入の決め手になる可能性は低いと言えそうです。装備を加味すると価格差もほぼなし。では、価格面についてはどうでしょうかそれぞれの価格帯を並べると以下のようになります。スペーシアギア、195万2500円、221万7600円。N、ボックスジョイ、 184万4700円217万8000円。デリカミニ183万7000円227万1500円。タントファンクロス168万8500円193万500円。これを見る限り、タントファンクロスが最も手頃なように思われます。しかし、他の3モデルは、 全身安全運転支援システムの多くが標準装備となっていることや、内外装のデザインがベースモデルから大きく変更されているなど、タントファンクロスよりも装備が充実している部分があります。タントファンクロスの機能装備が大きく劣っているわけではないため、とにかく安く SUV ルックの軽スーパーハイトワゴンを手に入れたいというユーザーには、 良い選択肢かもしれませんが、オプション次第で他の3モデルとの価格差は、小さくなる点には注意が必要です。そのため、基本的には同等の装備を備えると、それぞれ同等の価格になると考えておくと良さそうです。機能性にそれぞれ特徴があるものの、高洲はつけがたい。 アクティブなシーンでの利用が想定されるこれらのモデルでは収納スペースも重要なポイントとなりますその点で言えばスペーシアギアは助手席下に収納ボックスがあるなど他の3モデルにはない特徴がありますただし収納面は各モデルで個性が出やすい部分ですがその一方でボディサイズそのものが大きく変わらない以上 総合的な収納力という点では、どのモデルも互角というのも事実です。さらに、釣りやキャンプ、車中泊といった具体的なアウトドアアクティビティでの使用を想定した場合、どのモデルでも純正もしくは、サードパーティー製のオプションを追加した方がベターであることは言うまでもありません。 各自動車メーカーの売れ筋系スーパーハイトワゴンがベースとなっていることもあり、基本的な収納力や使い勝手については、必要十分以上のものとなっています。逆に言えば、走りや居住性、積載性といった実力の基本は、あくまで SUV ルックの軽スーパーハイトワゴンであるため、 多種多様なモデルが揃う乗用車の SUV のような機能性や、使い勝手を求めるのはナンセンスであるということもできます。大事なのは直感と市場。ここまで見たように、これらの4モデルを比較するにあたって、ボディサイズやパワートレイン、価格、収納スペースといった面で、決定的な差が出ることはまずありません。 もちろん、これまでに多くの軽自動車を乗り継いできたユーザーであれば、わずかな違いが決め手となる可能性もあります。しかし、初めての一台を検討しているようなユーザーには、その違いを実感するのは難しいかもしれません。スペック面、ハード面でほとんど差がないというときは、ソフトの部分で判断することが重要です。 言い方を変えれば直感を重視した車選びが最も合理的であるということです。例えば内外装のデザインやボディカラーを決め手とするのも良いかもしれません。極端に言えば CM が好みだったからとかディーラーが近くにあったからという理由で選んでも大きな失敗をする可能性は低そうです。ただ、 必ず実際に車に触れ、さらに可能な限り市場をするべきです。繰り返しになりますが、今回紹介した4つのモデルは、いずれも各自動車メーカーの売れ筋モデルをベースとしており、基本的な性能については折り紙付きです。一方、デザインの好みや運転のしやすさについては、 個々人の感性に大きく依存するものです。多くのユーザーが褒めていたとしても、自分に合わないということは決して珍しくありません。だからこそ、初めての車を選ぶ際には、まずしっかりと実写に触れ、試乗をし、その上で好みや感覚ににしっくりときたモデルを選ぶことが何よりも重要です。